ちょっと一応実績かなっていうところで思ってるんですけどなるほどはいじゃそれすごいですね縦長のものが一枚だけあるんですけどあれなんでああやって,てるかっていうと、はい、やっぱあれが一番読まれるからなんですよねて、えー、やるだけで多分今夜収益伸びるんじゃないかなと思いますわ、ね、かりますお願いしますお願いしますじゃあ最初にお名前教えてくださいあ、はいミネアと申しますミネアさんですねはいお願いしますミネアさんはブログ歴はどのぐらいですか はいええー、2016年から FC2 で趣味のブログをしていまして、はい、去年の9月からワードプレスでブログを立ち上げましたそれは去年の9月から収益目的でブログをやってるってことですかはい、はい、そうですねはい。趣味のブログから収益ブログに変わるきっかけみたいなものがあったんですか、はいはい あのー、まずあの去年、夫と別居することになりまして、はい、ちょっと収入が欲しい状況だぞっていうところなんですけど、うん、子どもたちがちょっと不登校とか部分登校で、ちょっとかなり寄り添わなきゃいけなくて、外に働きに出られないんですね。はい、で、まあ、家の中でできる仕事を考えたときに、ブログが収益化できるっていうのを知りまして。はいうん っていうところとあと2点ぐらいあるんですけど、まあうん、趣味の方のブログで FC2 でやってたんですけど子どもの英語教育の記録を書いてまして、はい、でただそれがちょっとここ数年ちょっとその不登校の愚痴とか、まあ、私の思いなんかを書くようになってきてちょっとブログのタイトルとかなり乖離してきちゃってぐっちゃぐちゃになってきちゃったんですね。それはちょっとずっとまとめたいなっていう気持ちを持っていたっていうのと。 あと最後に不登校相談で臨床心理士の先生と話してて、はい、あお母さんも子供のかにかかりきりでちょっとお母さんが倒れるとこのうち全員とも倒れだから自分がちょっと熱中できるもの、うん、子育て以外の趣味とか何か熱中できるものを持てるといいですねって言われてたので、うん、そのあたりも含めてちょっと新しくブログをやってみようかなと思いました。なるほどそれで、えー、と去年の 9月ぐらいいででしたたっけブログを始めたと、はい、改めと改てあそうですねはい、ちなみにそれまではブログで収益化できるとかアフィリエイトの存在自体は知ってたんですかあアフィリエイトは全く知らなくてはいアマゾンだけ貼ってたんですけど、はい、収益目的というよりはなんかあのこんな本ですよってこう絵が出るじゃないですか。はいあのそれを自分で読み返した時にはこんな本読んでたなって。 見やすいなと思ってっててただけななんですよね <laughs> なるほど。わ、はい、<laughs> かりました。ちなみに今は1年ぐらいだと思うんですけど、その収益ブログを始めてから。はい。はい、えっと、ブログの収益としてはどのぐらいですか先月7月がっ、はい、と発生ベースで6500円ぐらいで、うん、今月は、えー、7000円か8000円ぐらいですね。なるほど。えっと、それは割とこう、なんだろう、順調に。 増えてはいる感じですかあうでんと、一回増えてまた減ったりとか、あのアフィリエイトの発生次第でちょっと上下するっていう感じです、ね。なるほど。どうですか、率直に、まあ今1年ぐらいやってて、<っ>今の収益っていうのは、えっと、多いか少ないか、まあこんなもんかなっていう。とまあこ,こんなもんかっていうか、まあ割と順調は順調なのかなって、皆さんもう少し。うん 少ない方の話も聞きますので、はい、まあ順調な方なのかなとは思ってます。なる,なるほど、なるほど。わかりました。はいはい、今って、どのくらいの時間ブログやってますかちょっとなかなか子供次第、子供のメンタル次第というところがあって、決まった時間にはやれないんですけど、まあ、鳴らすと週に20時間ぐらいですかね。はいまあ、全部平均しちゃうと3時間ぐらい。そうですね。 あのただ、えーと、7月終わりから6月前半ぐらいがちょっとすごい、全然やってない時があって、はい、全然月,月に10時間から20時間ぐらいでした、うん、その辺ははい。それはだから他のことが忙しくて時間を作れなかったっていうことですよね。そうですね、2つありますねその、ちょっと子供の4月でバタバタしたのと、はい、ちょっとブログがある程度最低限の形になったので、ちょっと気が抜けたっていうのもあります。なるほどまあ、ででももそれでも 収益が上がっているんだったら、それはそれで、なんかすごいことじゃないかなと思います、ねあ,はい、<laughs> ありがとうございます、はいまあ、よくこうブログはストック型の収入って言われますけど、えー、まさにそうだなと思いますよね。はい、<laughs> そうですね、はい、ブログの収益、まあ、8000、はい、円ぐらいっていことなんですけど、なんかどのぐらいを目標にしてるっていうのは、ありますか、はい、そうですね、まあ、安定的に5万円ぐらいいけたらありがたいなっていうのはあります。 うん、その5万円っていうのは別に何か理由があっての5万円っていうわけではないですかそうですねまあ私が避ける時間とまあおっから考えてます目指すのはそのぐらいが妥当なんじゃないかなっていうところですねなるほど分かりました、はい、<laughs> そしたらちょっとブログの具体的な話に入っていきたいんですけど今運用しているブログは何ていう名前のブログですかあはいあおうち英語レシピと言います おうち英語レシピですね。はい,はい、はい。そうですね。あ、はい、そうです。このブログでは、主に何書いてますか、はい。おうち英語の始め方や進め方を書いてるんですけれども。はい。まあ、おうち英語って、ちょっとご存、ご存知じゃないですよね。<laughs> あ、分かんないです。何かあるんですか。そうですよね。えー、っと、一応、おうち英語っていう単語がありまして。はい。 日本に住んでる赤ちゃんが日本語を話せるようになるのとまあ同じように、はい、生活の中に自然に英語がある環境を作ってそこで子どもに自然に英語を聞けたり話せたりするように身につけさせるっていうことなんですけど、うん、まあ広い意味だとまあ塾とかまあ外部の教育機関に頼らずにおうちで自分の子どもに英語を話せるように。 させよようううねっていうような意味ですねなるほど。はい、H 英語っていう、もうそういう言葉があるっていうことですね。そうですね。えっと、Google で検索すると1000万件ぐらい出てくる感じですか、ね。へなるほど。 まあ、おうち英語って、まあ、言葉の響きからなんとなくこういうことだろうなみたいなのは分かるんですけど、えー、ちゃんとそういう言葉があるっていうのはあんま知らなかったんですね、えー、そうですねちょっと知る人ぞ知るというかだいたいお子さんで英語させようって考えて調べていくうちに知るようになる、うん、知ったっていう人が多いかと思います。あなるほど。はい、これってもともとのブログやっていたっていう話じゃないですか。えーはい、そっちでも えと英語の記事を書いてたんですよね。実はその2016年からやってた方は日記形式でそのおうち英語を取り組んでいく記録を残したいと思って書いてたんですね。はいはい、なので今日はこんなことをしたよとか、はい、あなんか聞けるようになったみたいだなとか、はい、こんな本が読めるようになったよっていうのを書いてたんですけど去年の9月からのブログはそれを えと体系的にっていうか、始めるならこうした方がいいよって、はい、この順番でやった方がいいよとか、うん、うちで使ってきた本はこんな本だよとか、動画はこんなのを使ってきたよっていうのをまとめている感じです。と、はい、いうことは、前に書いていた記事とかは全然使っていないっていうことですかあ、そうですね、全く別ですね。あなるほどただ、えーと、データとしてすごくそれを元に書いているっていう感じです、ねうん。ちなみにその2016年ぐらいからやってた。はい 趣味ブログってアクセス自体集まっていたんですか、はい、そうですね、当時、頻繁に更新してた時はあったと思います。あの今みたいにアナリティクスとか入れてなかったので、はい、FC2 独自のなんかちょっと、はい、何人来たよみたいなのだけ見れるやつで見てたんですけど、まあ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 って,って <laughs>、はい、いらしてます来てまして<ー>、まあ、コメントいただいたりとか、うんはい、してました。なるほど まあそういう経験はすごいいいですよね。新しくワールドプレスでブログをやるって、<あ>まあ趣味とはまた収益ブログ全然違いますけど、それでも同じブログなんで、やっぱり被る部分はあるし、はい、人を集めてくるっていう意味では同じようなことをやるので、えー、あその経験っていうのはすごいいいですねあすあ。ありがとうございます。全体の記事数どのぐらいで、月間の PV 数どのぐらいっていうのは分かりますか、はいえー、今記事は40で pv は7月が7500でした。なるほど。えっと、今のその記事数と pv 数で言うと、はい、はい、感覚としてどうですかこれ多い少ないとか、このぐらいかっていうのは。うん、まあ、こんなもんかなっていうところで、2>, うん、2、3月に一度6500ぐらいまで行って、やっぱり5月に3500ぐらいに減ってるんですね。はい。はい、だから、 もし続けてたらもっと伸びてたのかなっていうのはありますけど。うん、なるほど。最終的にどのぐらい記事書こうとかっていうのを考えてますそうですね。今のところまあ50か60ぐらいっていうところで完成に近づいてるのかなっていうところではあります。うん、ちなみにこのブログジャンルを選んだ理由って何がありますかちょっと私がブログするとしたら、 もう高校生、ね、育児のことしかしてないので、うん、まあ子供にしたおうちの英語のことかその不登校でいろいろ試行錯誤したことかあとはちょっと子供がアレルギーなので、はい、その試行錯誤かどれかかなと思った時にやりやすいのとか実績があるのは英語かなと思ったのでこれにしました。そのの実績があるっていうのは はいえっと、子どもにおうち英語をですか<あ>実践しているとか、そういうことですかそうですね、上の子が小1、下の子が年少3ん方おうち英語っていうのを始めたんですけれども、はいえっと、上の子は小4で英検2級で、1> い中,はい、中1で英検順位級を取ったんですけど、なるほど勉強しないで取ってるんですね、おうち英語だけで。 とかあとは兄弟でお話しするときは英語で話をしてるんですね。へえー、すごいですね。ケンカとかも英語でしてるぐらいにはなってるので、えーじゃあ、そのぐらいにはなりますよっていうところで、ちょっと一応実績かなっていうところで思ってるんですけど。なるほど。はい、それすごいですね。<laughs> ちなみに峰屋さん自身英語喋れるんですか 私はね、喋れないんです。え <laughs> ってことは子供たちが英語で喧嘩してるとかっていうのは何言ってるかわか,、はい、からないんですかわからないので、<ー>まあ、ある意味、ちょっと静かにしてって言って、も喧嘩量成敗ちょっと、内容はわからないからっていう感じですね。はい、すごいですね。なんかそれはそれで面白いなと思いますよね。はい、すごい実績として うん、ちょっとまあそこが差別化かなとちょっと自分で思っていて、うん、その割と英語の先生とか翻訳とか通訳やってましたよとか、はい、そういう方がやってることが多くて、うん、親は喋れないけど子供は喋れるようになりますよっていうところとか、はい、あとおうち英語って赤ちゃんからやる方が結構多かったりして、うんうん、そうするそれで成功したよっていう人多くてもなかなか。 ちょっと小学校1年生とか年少さんから始めてここまで来たよっていう例が少ないので、うんうん、そこがちょっと差別化かなとは思ってやっていますいやでも確かにそれはそうだと思いますねなんか大体英語で英語喋れる人がやるんでていうかそれそれで大事なんですけど、えー、僕は割といつも言うんですけど <laughs> 英語を教えるんだったら自分英語喋れないで誰も聞いてくれないよっていう話をするんですけど <laughs> す、ね、ただその子供に教えるとかっていう <laughs>、えー こととで言うと、はい、本人が喋れなくて子供喋れるっていう方が説得力がある、うん、<laughs> なんかそういう人が多いと思うんで自分喋れないけど子供には英語喋れるようになってほしいっていう方が多いと思うので、はい、まあそういう意味ではそこはすごいいいなと思いますよね、はい、さっきの子供たちが何喋ってるか分かんないけど <laughs> 子供たちは英語しってるみたいなのはすごいなんかその情景がリアルに思い浮かぶし、はい、なんかその辺のこう 体験談というか、実際にそれを体験してる人じゃないとわからないと思うのでそれはブログにまとめていったらすごい価値あるような気がしますね、はい、あ,ありがとうございますはいそのコンセプト的なところを聞きたいんですけど、はい、はいはい赤ちゃんから小学校低学年ぐらいまでのお子さんをお持ちの親御さんで、うん 子供に英語をちょっと話せるようになってほしいなとか聞けるようになってほしいなと思っている方が読者さんに想定してまして、まあ、そういう方にお子さんが年齢層の英語を聞けたり話せたりする状況に持っていくっていうことを考えていますその年齢層のっていうのは、はい、えええなんか一般的に言われてるようなええ,えっとこのぐらいの年齢だったらこのぐらいの語彙があってこのぐらいしゃべれるみたいな <laughs> そういういものですか例えば今急に海外に転勤転校になりましたって言って英語のあ海外の方のクラスに入っても問題なく授業を受けたりきできるっていうような感じですねイメージとしては。ん<ー>中瀬さんよくおっしゃる数値化っていうのはちょっと難しいんですけど、うん、なんか英検とかを目指しているブログではないのでなるほど、うん、そうですねちょっとなかなか数値化っていうのはちょっと難しいんですけど。 だから英検みたいなのを合格っていうわけではなくて、ええええ、ただ英語を聞いて喋れるっていうのが目的ってことですよね。そうですね。なので、まあ、子供はが英検取ったんですけど、それは子供が受けたいと言ったから、ちょっとやってみるって言って、受けて受かっちゃったっていう感じで、おうち英やっていくとそういうこともあるよっていう感じなんですけど。う と話が戻るんですけど、はい、えええ、なんかその自分自身が英語を喋れないけど、子供がそうやって、まあ英検の順位ってのを持ってるとか、子供が英語を喋れる、まあ英会話ができるっていうのは、はい、もっとわかりやすく書かれていてもいいのかなとは思いますね。そうですね。それちょっとご相談したかったんですけど、<laughs> はい。ちょっとトップページにもっと権威性をわかりやすく表示した方がいいのかな。はい、書くべきですね。<laughs> <laughs> 今これをパッて見てもそれがわからないので、うん、すごいもっったいないななと思っちゃいますよね、はい、もちろん大きな実績なので,でさっきも言ってたんですけど、うん、それってすごい面白いものなのでそれ中に入っていかないとわからないって、えー、みんなが思ってるよりその読者の人ってわざわざ何かをクリックしたりってしないのでだから興味があればクリックするんですけど興味ないとクリック、えー、しないのでその興味を持ってもらうためにはやっぱりそういうなんか出せるものっていうのは出していかないとだめなので。えー まあ、プロフィールに書いていてその読んで欲しくて上にこの雲みたいなやつ書いてるんですけど、はい、まあそう押,さ押してもらうのもちょっとひと手間っていうことですよね。ってか押さないですねこれで言うと。ああ、そうですなんでかって言ったら別にプロフィールに興味ないからです。うんうん、うもう自分のことを知ってくれている人、えー、とかが、えっと、もっとその詳細なプロフィールを知りたいって思ってクリックするっていうのはあるんですけど誰も知らない人のプロフィール別に興味ないんですよね、えー、正直。 うん、まあそのその辺の道歩いてる人のプロフィールに別に興味ないじゃないですかそれと同じようなもんでそのプロフィールを押させるのにそもそも興味を持ってもらわないとダメなので、えー、だからそういう要素が、えー、と今はあんまりないのでそういうものがあるといいよなってなんかもったいないと思いますね、うん、せっかくすごいなんかいい実績というかそういうものがあるんだけど、はい、それが何も出ていないので。えーはい それを言葉で書いてちゃっていいててっちゃんですかね上の方にあはい書いい書書てください<あ>言葉で書かないと伝わらないので <laughs> そうですねなんかちょっと画面の最初で字がバッと出るとう,うっとしいかなとも思っちゃったりしたんですけどまあうるさいかなっていうかいや出した方がいいですねああそうですかはい、はい、<laughs> あの何でしょうねなんか例えるんだったら、うん、例えばブログのじゃあ僕みたいな情報発信をしているので、えー 例えば、その月に100万円とかを稼いでいる人が、うん、うん、なんかその実績を書かないみたいなもんですね。うん、例えば、ブログの稼ぎ方を分かりやすく教えますっていうのがトップページに書いてあって、うんうん、なんかその人の実績が何も書いてないみたいな状態なんですけど、うん、うん、なんかそれってすごいもったいないじゃないですか。うんうん、それが、えー、えっと100万円稼いでいるのか、それとも全然稼いでない、今から稼ごうとしているのかで、その読者の受け取り方って全然違うと思うんですよ。えーはい それはもちろん、ね、実績ある人から学びたいってみんな思うので。えー、はい、うん。だから、それが書かれてるか書かれてないかっていうのは、すごい大事なことだと思いますけどね。ええー。今、一番上に、なんかこうに、うん、人気記事で、うんちゃらくんちゃら、こちら、クリックって書いてあるんですけど、例えばこ、はい、ここでもいいんですかね。ちょっとちっちもっとでかでかとっていうイメージですか。一番上ですね。人気記事、小学生、中学生からの英語は、 でで決まりははこちらククリッっってなってなるんですけどあー、はいええー、例えばここに書くがもっと今初めての人に見てほしいプロフィールとかこ,こういう辺に書いた方がいいのかとか上に書くよりはえー、えー、その真ん中に手でか書いた方が分かりやすいかなとは思いますけどね、うん、あーはい,かあい断るごとに押していくべきだと思いますけどねうん、うん、その話に関してははい一応記事の最初には、うん 記事ごとには簡単なプロフィールっていう感じで書いてはいるんで、うん、詳しい人は、詳しく知りたい人はこちらっていうように流すようにはしているんですけれども、うん、はい。まあでも何千目に入った方がいいと思うので、あはい、わかりますか、まあ。とりあえずわかりやすく見せるようにした方がいいかなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。このブログは、はい、そのマネタイズ方法としては、アフィリエイトですか、はい そうですね、今はアマゾンとアフィリエイトが多くて、アマゾンは月によって1000円から4000円ぐらい、アフィリエイトもまあ0円から、今月は7000円ぐらいだったんですけど、はい、発生ベースで、はい、それは今後どうしていこうっていうのはありますかそうですね、まあ、アフィリエイトかな、アマゾンも貼っていくんですけど、はい、はい、アフィリエイトもやっていこうかなっていう感じですけど。 それ具体的には何のアフィリエイトをしてますかオンライン会話とか、うん、あとは e ラーニングサイトとか、うん、アメリカの e ラーニングサイトでおすすめのものがあるので、この前は VPN の記事を書きました。はあ、なるほど。はいそういうのって1件いくらぐらいなんですか オンライン英会話だと、いろいろですけど、1500円から5000円ぐらい。うん、まあ、私がやってるのは2、3000円のやつですね。VPN が3500円で、うん、それが今月2件発生してるっていう感じです。オンライン英会話とかって、このブログの中だと、どういう風うにこう紹介をしてるんですか、はい、えっ、ー、と、おうち英語とオンライン英会話って、結構、結構切っても切り離せないような感じで。はいうん おうち英語やってきた子は最終的にオンライン英会話するっていうのが定番なんですね。なるほど我が家も、えー、と2016年ぐらいからオンライン英会話しているので、はいはい、実際ここを使ったよとか、体験したところを書いたっていうところですね。うん、なるほど、オンライン英会話とかそういうのはするんですね、おうち英語でも。そうですねあの、まあ、オンライン英会話はみんなしてるぐらいしてます。<laughs> なるほど <laughs>、はい、まあそれだったら うちもこれを使ってるよっていう感じで紹介できるんだったらいいなと。なんかもし、あんまり自分の家がオンライン英会話とか使ってないけど、それを紹介するとかってなると、読者的にはなんか違和感が残るなと思ったんですけど。そうですね。そういうことじゃないんだったら全然よかったなと思います。やっぱり英語話せない親御さんがやると、最終的に誰と話すのってなると、やっぱりネイティブの方でオンライン英会話っていうところで、アイがいいので、 はいはい、利用してる方が多いですね。はい、そのやっぱり子供が喋れるようになったのって、はい、オンライン英会話やってるっていうのはかなり大きいですかえっとですねまず最初はインプットなんですね。はい、本を読んだり動画を見せたりき庭、はい、流しをしたりっていうインプットをためてためて、うん、そろそろっていう時に。 オンライン英会話でネイティブの方とお話しするっていう感じですね。えー、それってちなみにその時点では全然最初は喋れないんですか最初あ、でも全く何もインプットしていない子よりは喋れるかと思います。あと、その子の性格にちょっとよりますね。ああの全然喋れなくても大人でもそうだと思うんですけど、出川、はい、イングリッシュうん、はいはい、うんうん。やっぱりあの全然物おじしないで喋れる子もいるし、間違ってても。はい 恥ずかしがりの子もいるので、ちょっと個人差があるんですけど、うん、あの全くしインプットしてない子よりはあの話せると思います。それちなみにお子さんはどうだったんですか<あ>全然気にせず喋れるのかうち上の子は割と自分からオンライン英会話をやりたいっていう子だったのでへー、なるほど。はい、すごいですね。<laughs> でも下の子はちょっと逃亡してましたね、やってみようって言って。なるほどオンライン英会話で、ね、逃げちゃったらおしまいで先生どうにもできないから。はい。あ<の> <laughs> なるほど。 なんかおうち英語って、お子さんも、ね、そんなに大きくないというか、ち、はい、っちゃい時からやってるじゃないですか、えー、そうすると,、えっと、親御さんも一緒に英語の動画を見たりっていうのをするんじゃないかなと思うんですけど、でも子供は話せるようになったり、聞けるようになるけど、親は喋れるようにならないわけじゃないですか。すこれって何だと思います <laughs> やっぱり子供がもともと持ってる能力とかその言語の吸収力っていうかはあると思いますね。Twitter、はい、でのおうち英語のこの界隈でもなんか小学生から始める英語について話題になってたことがあって、はい、やっぱり年齢が高くなればなるほどまあ能力的な 部分,分だけじゃなくて時間が取れないっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりちょっと年齢が高くなってくるにつれて難しいかなっていうのはあったりですねあとは、えっと、子供向けの番組を見せてるので、はい、私自身は全然その楽しいと思ってあんまり見てないというか <laughs> <laughs> おうち英語って子供に無理させるんじゃなくて親がちょっと頑張るものっていう感じなんですね。はいうん、で子供は なるべく勝手に英語が身についてたって思うようにするのが成功かなと思っていて、うん、なので子供が興味があるところに英語をちょっとつなげていくっていう感じなんですけど。うーんなるほど中瀬さんのお子さんも、中瀬さんのお子さんもぜひ、ね、<laughs> ちょうどいいと思います。はいすね、うん、2、3歳でいらっしゃいますよね。あ、そうです。うん、ちょうどいいと思います、<laughs> 私的には。 まあ確かにあんまりそのおうち英語みたいな感じでちゃんとやってるわけではないですけど、えー、でもうちの奥さんもなんかその英語の動画を見せたりとか、えー、ああそうですかそういうことはいよくやってるんであじゃあぜひブログ読んでください <laughs> そうですか何 <laughs> か英語を話せるようになってほしいみたいななんかそんなのはまあ一応あるみたいなんで、えー、ああそうですか、はい、うんそうですねそういう感じであんまり強い志を持って でおうち英語始めるっていう人もいるかもしれないんですけど、うんはい、私なんかも将来役に立ったらいいなとか、うん、まあ受験でちょっとでも苦労しなければいいなとか、うんはい、情報を知るときに英語の文章からも情報が取れるようになるといいなとか、はい、ちょっとぼんやりとした感じで始めてるんですね、私も。はい、まあそういう人も多いのかなと思っています。うん、なるほど。いや、わかりました。ちょっといはい <laughs> <laughs> 真面目に考えたいなと思います。<laughs> <laughs> すみません。えっと、話を戻させてもらって、マ <laughs>、はいはい、ネタイズの話なんですけどあ、はい、そうですね。はい、基本的にそのオンライン英会話とかそういうのを数めしていくというか紹介していくっていうことで、まあそれはそれでいいのかなと思うんですけど、はい、えー。その、アマゾンとかでも収益がそれなりにあるっていう話だったじゃないですか。えーえー、あ、はいはい。なんかそれはそれですごいなと思うんですけど、そのアマゾンは言ってるものは何ですか、えーえー、本とかそういうものですかあそうですね。本が多くて、 本なんで、本当に1回売っても、ね、20円、30円とかなんですけど、はいあの、たまにちょっと教材のセットで2万円ぐらいの紹介しているのをたまに買ってくださったり、はい、あとは DVD、海外のリージョンが違うやつも見れる DVD とかをちょっと買ってくださったりとかですかね、はい、時にちょっとだけ多くなるっていう感じで、うん、なるほどそんな感じですね。はい でも多かったら数千円とか出るっていうことですよねあ、そうですね先月はたまたまあの、はい、オーディブルの体験が三ヶ月になった時があってあそれをちょっと買っ、はい、経由で買ってくださった方がなるほどかな一人はい、うん、そのオーディブル自体も結構進めてるんですかあ。 オーディブル進めるのはこれからなんですけどそれはちょ,ちょっとだけちょっと書いといたら<ー>たまたま買,買ってくれたっていう感じで、はい、オーディブルは今私もその3ヶ月無料体験でやってるので、はい、あのおうち英語のやってる子が使える作品をピックアップして、はい、表にしてまとめようかなと思って。 まあ、でもそれはいいなと思いますね。アマゾンとかね、はい、さっきも言ったんですけど、物販とか普通にやってても、えー、本売れても20円とかそんなぐらいしかならないですけど、ねはい、まあオーディブルの場合は、えーとはい、1500円とかですかあそうですね。はいぐらいもらえるので、やっぱりそこの単価は全然違うし、はい、まあ3か月無料体験とかは結構大きいので、進めやすいかなと思うので、マネタイズとしてはいいなと思いますね。はい、まあでももとかよりも オンライン英会話の方が、なんかこう、うねはい、なんていうんですか、英語力に直結すると思う収益性も高いし、えー、ってなったらまあそっちをお勧めしていくっていうので、いいのかなとは思いますね。はい、メインの収益、えー、期限としては。はい。しかも多分、今は通常単価でやってると思うんですけど、そのうち件数が出てくれば特別単価もらえたりもするので、はいはい、そうなったらもっと1件あたりの単価も上がりそうなんで。えー まあ収益も大きくなるのかなとは思いますね。どのぐらいとかは分からないですけど、えー、まあでも今で1500円から5000円ぐらい、ものによって違うと思いますけど。ええ、はい。はい、そだからとしたら、5000円から1万円ぐらいもらえる可能性は全然あるので、はいあ。そうですか。実は我が家で一番最初に使ったオンライン英会話のところが、はい、他のやつは生活地点が無料体験すればいいんですけど、うん、そこは制約しないとだめなんですよね。有料会員にならないとだめで。 はい、なので発生はしたけど、だめだ、確定しなかったっていうことがちょこちょこっていうほどじゃないんですけど、あって、そういう成果地点の交渉もしていけるっていう感じですかね。あんまり知っていけますから、結構しんどいですけどね、<laughs> それは。 したいかどうかっていうところにもよるのでそうですよねはいだからなかなかそれその交渉は大変なんですけど <laughs> そう言ってもね<と>そんなに出てないんですよアフィリエイトは、うん、えっとこれまでまあ1年弱やってきて10件ぐらいかな、はい、なるほどですね発生ベースで、うん、まだ二確定が3件でっていうところですかねなるほど、はい、うーんまあってなるとその辺の交渉はもっともっと後の話かなと思いますね <laughs> まあというか、その交渉をするっていうのは全然いいし、まあ、そういうのができるっていうのを知っておくの大事なんですけど、結局それを、ね、交渉しようと思ったら実績がいるんで、でね、まあどんなに少なくても多分月に数十件とか割ないと交渉できないんで、でも月に数十件ってことはその時点でもう20万とか多分普通に報酬あるよ、ねうん、あ <laughs> で、まあっだから <laughs> まあまあまあ、その時点で交渉するっていうのはまあいいことなんですけど、もうちょっと後の話かなううんうん、うん、そうですね。ね そう今、そのオンラインのつながり、オンライン会話のつながりでいうと、はい、今のところ、ちょっと自分たちが使ったやつしか、2件ぐらいしか紹介していなくて、はい、我が家なりに、じゃあ、ちょっと無料体験でもして、そういった比較記事を書いていくっていう方にまあ広げるのもいい,い,いんでしょうかね、やっぱり。オンライン会話を、うん、いくつか広げていく。 うん、だんだんその超特価かなと私では思ってるんですけど、はい、この記事がもう完成したときにこれからだとオンライン英会話の記事ばっかりでそれはそれで読者さんはつまんないかなと思ったりするんですけどそっちをどんどん増やしていくかどうかっていうのはまた別にしてもオンライン英会話をいくつか受けておいて、はいええ、これがおすすめみたいなのを複数持っておくっていうのは結構大事だと思いますけどね。あ なんでかっていうと、うん、一番おすすめしているオンライン英会話のアフリエイトの案件なくなる可能性があるからですね。というか、可能性としては十二分にあるので、別に全然それがずっと続くかって言われたら、まあ、終わる案件の方が多いので、うんえー、言ったら、あはい、5万円稼げるようになりましたって言っても、はい、その案件なくなっちゃったらもう稼げないことになっちゃうじゃないですか、紹介するものなくなっちゃうので。うん、まあでもいいくつかその候補を持っていれば えええ、まあそれがなくなったとしても別に他のものを紹介することもできるのでそれがいいものだったらですよ<あ>でもそのいいものかどうかっていうのも体験してないとわからないのでうん、うん、だから今のうちからそういうのをやっておく方が後でバタバタしなくて済むかなとは思いますね、ええええ、あなるほどそうですねはいありがとうございますはいえっとまあ今マネタイズの話をしていたんですけどその仕事に、はい についいての話をしたいんですええ。集 <A> 客については SEO、SNS、何で考えてます今は SEO が多いですね。その今はっていうのは今後 SNS でも増やしていきたいとかそういうのがあるっていうことですか ?Twitter でブログ仲間の方から、はい、おうち英語でインスタで私より実績がなくて、はい、なんか結構やってる人いるよっていうのを聞きまして。うん やった方がいいのかなと思ってますただちょっと今そこまで手を広げられてないっていうところです。うんなるほど。はい、確かにインスタとかはすごい相性良さそうな気はしますよね。そうなんですね。なんかちょっと私もインスタって写真っていうイメージがずっとあったので、キラキラした写真載せてるだけと載せてるだけって言ったんですけど、と思ってたので、まあ今はちょっとインスタの方を見て、見るぐらいですね、勉強してるっていうぐらいです。 うーん、なるほど、うんまあ。あんまり手を広げるのもあれなんですけど、でも、今の記事数が40記事ぐらいで、はい、まあ5、60記事ぐらいで終わりってことだったら、まあ、そこで一段落つくと思うので、そしたらインスタやっていくとかでもいいんじゃないかなとは思いますね,あそうですねあ。はい。そうですね。ちょっとそんな感じではい、考えてます。今、あのおうち英語っていう単一キーワードだと、はい表示が2位なんですね。はい、なるほど。で、トップページに来る人が多くて、はい だからそのトップページからどうやって誘導しようかなっていうところとかですかね、うん、それを聞いてると、はい、おうち英語の検索ボリュームがめちゃくちゃすごいあるみたいな話だったんですけどもしかするとそこは思ってるほどそこまで多くないかもしれない。はい 何が言いたいかというと、おうち英語の検索ボリュームが本当にめちゃくちゃあるんだったら、もっと PV 数とか収益あると思うんです、い。そのすごい大きなところで。なるほどだから別に検索ボリュームがないとは言わない、おうち英語の検索ボリューム、多少なりあるんじゃないかなとは思うんですけどただ、企業はいないんですよ、分。ぶん、おうち英語だからっていうと。 でもそうですね、あのうん、企業は手を出しにくいですよね。ただあの、まあ、オンライン英会話を紹介しているので、まあ、オンライン英会話の名前を直で入れるとなかなか上には上がってこないんですけど、うううんうん、うん,うん、うん、まあ当然ながら、なるほどで、えー、もいいと思いますけどね、今の感じでだめかって言われたら、まあ、普通に1年ぐらいで収益も伸びてるし、えー、まあ何より実績とかがやっぱりいいなと思うので。えー そうですなんかちょっと4桁で落ち着いちゃっててここからどう脱却したらいいかなっていうところはちょっとあるんですけど収益が。ああんだろうとりあえず頑張る <laughs> 続けようって感じですかね。 いや、なんだろう、精神論的なところもあるんですけどさっきも話にちょっとありましたけど一回なんか自分の中でこうふうと落ち着いた時があるとしいきもあったりいや、なのでなかなかそういう時があると伸びないのでなるなるべくそういうものを作らないでやっていくっていうのは大事だと思いいますや、あと、別に今がブログがまだ完成しているわけじゃないじゃないですか。はい だから、ひとまず完成させてからでいいと思うんですよね。ああ、なるほど、なるほど。はい。まあ完成してない、自分の中でまだ書いてない記事がいっぱいあるっていうことなので、えー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 。別に今の段階で、その収益が伸び悩むとかっていうのは、あんまり考える必要はない。うん、あなるほど、はい。かま,まだ書けてない記事があるんだから、それは収益伸び、えーえー、それを書いていったら収益伸びるよねっていうのはわかるんでうんうん、うん。なるほど。 はい、まあ、あとはだから、その記事を書いたら、もうインスタで集客してとか、そういう感じでもいいのかもしれないですけどね。あなるほど、はい。うんまあ、SEO で狙っていくって、それはそれでありなんですけど、まあ、でも、一通り記事を書いたら、まあ、あとはリライトしていくとか、ヒリンク集めるとか、あまあそういう作業がメインになるんですけど、はいなるほどまあそれと並行してインスタでっていうので、別に戦略としては全然悪くないし。ええあ まあインスタをちゃんとやんなきゃいけないですけど、ええ、そうですねもうまくいくんじゃないかなとは思いますけどね。そうですか、ありがとうございます。はい。はい、<laughs> 頑張ります。そんな感じですね。まあ、普だだったら、はいええう、このブログだけの強みなんですかみたいな話をしたりして、その話が多かったりはするんですけど、ええええええ、まあ、今回は親が英語喋れないけど、<え>子供が喋れるようになってるっていうのがすごい強いので、その体験談かける人ってなかなかいないと思うので、まあ、ぶっちゃけそれだけで。 い,い,んじゃな,いなんか話聞かせてほしい人、めちゃくちゃ多いなと思いますけどね。あそうですね、じゃあ、もっとわかりやすいようにってことですね、サイトパッと見たときに、その辺のあの。そう、それもあるし、やっぱり自分がそうだよっていうのをみんなが知らないといけないので、<laughs> うんうん、だから認知を広げていくっていうのが大事で、うんうん、あそうですね。だからそのために、だから SNS とかそういうのはいいよなと思いますね。SEO だと、結局それが上がらないと人が来ないので。うん まあ認知してもらえないってことになるんですけど SNS は自分で頑張ったら投稿がやっぱり人に見られたりはするので、はい、そうですねあ、はい、ツイッターは一応やってまして80フォローで1500フォロワーぐらいなんですけどあでもすごいですねあそうですかねいやでも全然はいすごいと思、ね <laughs> はいますフォローも積極的にしてたりした方がいいんですかねちょっとあんまり運用がよく分かってないんですけどうんまあどっちでもいいかなとあんまりしなくていい うそういう状態を作れてるんだったら、ああそ,ええ、そこまで自分がフォローしていってどうこうっていうのは、あんまりいらないかな。<あ>あそういうなんか、英語の発信をしている人とのつながりみたいなんで、フォローしていくのはいいと思うんですけど、ええ、ああはいでもそうじゃない方をそこまでフォローしていっても、まあ、きりがないので、ああ、はい。まあ僕はあんまり、ねうんはい、やらないですね。あそうですか。はい、はい。あんまりそれ、ツイッターも最初の頃はやってたのを、今はちょっと思いついたときだけやってるぐらいになっちゃってるので、うん うん、それももうちょっとまめにやった方がいいかなっていうところですよね。スケジュールみたいなのをある程度決めてやっていけるといいですよね。ああそうですね、ちょっと習慣化というか。そう,そうですね結局、時間を見つけてやろうと思っても時間なんて作らないと空いてないのでだから結局ずっとずるずるやらないまんま1か月、2か月半年、1年みたいになっちゃうことが多いのでだから何曜日はツイッターやろうとか。あ なるほどそういうふうに、まあ、決められるんだったらそういうふうにするほうがいいよなと思います。Twitter、うん、だけじゃなくてブログも同じなんですけど空いた時間にとか自分のモチベーションが上がっているときにやろうみたいに思っていると一生モチベーションが上がるときが作業できないみたいな人いたりすると思うので、えー、<笑><笑>そうですね、はい、ある程度 V 振りやって、ねはい、るほうが作業ははかどりやすいかなと思います。はいそうですね ま、さっきも言ったんですけど、やっぱり実績がすごい大きいので、ま、あそれはもっと出した方がいいかなとは思いますね、わかりやすく。ちなみに一番読んでほしい記事とかありますか読んでほしいって言いますその、読者、読者に、とりあえずこの記事を読んでほしいみたいなメインの記事。一番最初はオーチエゴって何ってやつですかね。これ、あれですね。 僕、結構言うんですけどいろんなところで,いいであー、はい。カテゴリーに飛ばしたらダメですね。<laughs> えっとね結局やってる側は何を期待するかっていうとうカテゴリーに飛ばしてみんながこうやってクリックしてくれることを想定するじゃないですかしないですね、はい、そんなこと <laughs>、えー、<laughs> そうなんかちょっとでも目撃地っぽくなっちゃいそうなんですけど、まあ、それでもいいんですかねいいいや、そううなならないようにしてください <laughs> ならないですあの。まとめ記事みたいに書けば、目次記事にはならないので、うん、そうですかあのそうならない記事の書き方をぜひ学んでください。わ、はいうんうん、かります。すみません。<laughs> いや、多分できると思いますよ、ちゃんと。そうですか。はい、はい。このやつも同じというか、うんうん、えっと、お、OK、英語以外でも大体全部同じなんですけど、例えば、まあ、なんとかの始め方ってやっぱり書くことって多いんですよね。例えばブログだったらブログの始め方とか。はい こういうのも書きますけど、別にそれも何、はい、だろう目次,目次記事じゃなくて普通に記事として書けるので、はい、英語も基本的には同じですねはいあれと同じですね発想としてはあの広告主の LP も1枚じゃないですかえ、はい、いいえっと縦長のものが1枚だけあるんですけどあれなんでああやってしてるかっていうと、はい、やっぱあれが一番読まれるからなんですよね はあ,、はい、あ商品買ってもらえるからっていうことなんですけどクリックする要素が増えれば増えるほどみんなはクリックしなくなるしクリックってバラバラになっていくので、うんえー、そうじゃなくて縦長の LP って上から下まで読んでいったらもうそれだけで完結する、はい、えーまあ、それが一番こう効率いいっていうのが分かってるからあの形にしてるんですけど,、えー、ど発想としてはそれと同じですね。あはい おすすめオンライン英会話も、これ一番の収益源になるところだと思うので、はい。はい、ここに関しても、えっと、もう1個、オンライン英会話おすすめ、5000とか、なんかそういうふうにしてやるか、もしくは1つだけめちゃくちゃおすすめのものがあるんだったら、もうそこに飛ばしてあげるか。ああ、なるほど。の方が絶対に収益出ます。ああ、わかりました。はい、ありがとうございます。なんだろ、う、それを変えてやるだけで、多分今より収益伸びるんじゃないかなと思いますね。 わかりました、はい、あとなんとなく思ったのは、えーえー、タイトルが若干もったいないような、うんうん、あそうですか動画62千っていう書き方やっぱり、はい、ある程度 SEO やってる人だったら、はい、多分その書き方しないんですよね。はい、あそうですか。はいはい、で少なくとも多分ここで書くんだったら、えー、動画ってだからんなんのってなっちゃうので。 ああだからなんとか動画とか、まんうんう,ん、うん、まあてうか、英語のっていう話ですよね。そうですね、おうち英語で使う、そうですね、YouTube、とかかですかねここだけで言っても、多分子供向け英語動画おすすめ62選とか、うんうん、多分そういう書き方をするんですね。うんうんあ こうすると子供とか英語とかな、おすすめっていうキーワード入れられるじゃないですか。はい、まあ、英語とかはもう入ってるんですけど、おすすめとかも入ってないんで。えー、ああ、はいはい。なるほどだから動画62千みたいな書き方しないので、なんかそういうのがすごいもったいないなと思ってます。もったいない。なるほど。ありがとうございます。他の記事も共通して言えることだと思うので、はい、なんかもうちょいこう、サジェストとか複合キーワードとかそういうのも、はい、考えて、タ、はい、イトル作れる方が SEO 的にはは良いいいいかなとと思まますす、はいあ,はい、ありがとうございます最近力入れて書いた記事が、はい、アメリカ版 ABC マスター、ま、オンライン英会話ですね。そのちょっと下で。ああ、これですかそれですね。はい。それが最近ちょっと書いて。ちょっとアイキャッチがぐちゃぐちゃでうるさいんですけど。<laughs> <laughs> センスがなくて。いいセンスがなくて <laughs>、まあ。このタイトルのあれですね。 もったいない。今回のこれに関しては、なんかキーワードをとりあえず詰め込んじゃった感じがあるので。そうですね、レベルとアプリっていうのがちょっと出てたので。こういうタイトルつける人も多いんですけど、あんまりいいですね、なんかトレンドとしてっぽいので。なるほど。やっぱりもっとしっかりつけてあげる方がいいかなと思いますね、タイトルとして。 の場合だとど,どういったか…うんアイキャッチに書かれている方がまだっぽ、うん、いなと思いますけどね。うんうん、ああなるほど。これ今のタイトルなんですけど、えーはい、まあどうしてもこうただキーワード突っ込んで、えー、そのままタイトルに突っ込んだみたいな感じになっちゃうので、うん、<laughs> もうちょっとやっぱタイトルとして成立させる方がいいので、はいえー、それだったらアイキャッチで使っていたような、はいえー、みたいにしてやって。 で,でえっとまあ後ろに何か書いていけ、えー、るまあその、はい、この辺のものを使ってうまく整理してあげるなるほどとかの方がいいのかなと思いますよね。えーうん、ありがとうございます具体的に。はい、これちなみに「レベル」って書いてますけどレレベベルルって何のレベルですか英語のレベルどのぐらいまでいけるかみたいなところですかね。 確か、落語、うん、キーワードかなんかで出てきたんですよね。ABC、うん、マウスでレ、うん、スペースレベルみたいな感じうん。まあ、落、ま、語、あ、で調べるといろいろ出てくるんですけど、あ<ー>って現実で調べた感じだとあんまり出てこないんですけど。あーあ、そうですか。はい、はい。このタイトルがいいかって、うん、僕がののパッてつけたやつがいいかって言われたら、うんうん、まあ、もうちょっと考えるほうがいいかなとは思いますけど、えー、上みたいなタイトルをつけるよりは、はい うんうん、明日みたいな、はい、こういうタイトルの方が、まあ、SEO っぽいかなとは思いますねわ、えー、かりましたはいありがとうございますブログのほうをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっていますブログ収益化まで体系的に教えているからブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっていますブログで稼ぐには文章力が必須なのでブログ初心者から中級者にはお勧めの講座になっていますどちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください まあ、例えば私がこういう今までのじ実績っていうか経験を使って、はい、おうちを始めた人にこうコンサルじゃないけどちょっと寄り添うようなサービスもすごい将来的にちらっと考えるんですけどただコンサルはちょっと大変かなと思ったりもしてその辺はどう中地さん的にはどう思われますかねすごいアバウトな質問ですえなんかどん,どんなものを想定してますか やり方が分からなくてやめがちなので、寄り添ってゃ、まあ、やっていけば続ければちゃんと成果が出るよっていうようなことをお伝えしたり、まあ、お子さんの趣味を聞いてこういう本はどうですかっていう本を提案したりとかですかね。それ例えばブログとの違いって何かありますかブログとのの違い、まあ、その個人に 注目できるっていうところですかね、そのお子さんの趣味を聞いてっていうところとか。なるほど。個人の話を聞いて提案ができるっていうところがブログとは違うってことですか。うそうですね。えっと、それをだからお金もらってやるってことですよね。まあそうですね。まあ、そんなにたくさんはもらうつもりはないんですけど、まあサービスとしてっていうありなのかなとは思ったりして、うん。まあありだとは思うんですけど。えー 結構難しいかなとは思いますすあそうでかなんでかっていうとですね、英語を教えてくれるっていう人にお金を払うっていうのは多分みんな理解できると思うんですよ。例えばオンライン英会話にお金を払うええ。でもそれって言ってしまったら、英語を教えてくれるわけではないじゃないですか。ああ、なるほど。英語を教えてくれるのをサポートするっていうとなんですけど、じゃあこのサポートするみたいなろにお金払おうって思う人がいるかって言われたら、いると思います。いると思うんですけど、そんなにいないよなと思っちゃうんですよね。うーんなるほど。 うん、だから、それをどのぐらい本気でやろうと思ってるかによるんじゃないかなとは思います。あの、ぶっちゃけちょっとだけやるんだったら、ええ、はい。あんまりこう効率よくないので、ええー。やめた方がいいかなとは思うんですよ。あちなみに、いくらぐらいとかい<や>考えたらいいですか最初は、あの、まあ、最初は本当にできるかどうかっていうところだ、はい、なので、まあ、Twitter のフォロワーさんとかから、無料でやってみてできそうならっていう感じで思ってたんですけど、<ー> まあ無料でっていうことなんで、じゃあ、例えば有料にしたときに、月に何でも取るっていうのはなかなか難しいかもしれないんで、そうですね、最初じゃあ、例えば500円とかだとしても、じゃあ、月に500円っていうのを10人からもらっても5000円じゃないですか。でも、その10人からバーって質問きたら、それ答えなきゃだめなんですけど、月に5000円でそれやらなくて、結構大変なんですよ大変ですね。はいそんだけ手間取られちゃうので、月に5000円だけど、そんだけ手間取られちゃうってなると、それがもうちょっと人数が増えて、 なんかスケールしてくると、例えば、えっと、同じようにそういうのができる人に一緒に入ってもらって、うん、その人にも答えてもらうとかっていうのをすることができれば、えー、自分の時間そこまで使わなくてもいいので、うん、いけるんですけど、少人数でその低単価のものをやるっていうのは、手間取られて儲からないくなっちゃうので、確かにはい、ぶっちゃけそれをやるぐらいだったら、あのインスタの投稿するとか、そんなのやってる方がよっぽどこう収益、手間取られずに収益につながるんじゃないかなとは思っちゃいますね。はは、うん、はいありがとうございダメではないんででなんすけど、はい なんか、それをやるんだったら、その自分が、えっと、要するに、その自分が教えるっていうスタイルよりはそのみんなで悩みを解決するみたいな感じでコミュニティ作ってやる方が、僕はおすすめですけどね。なるほど、そうですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃ、ただ、今日の対談、これで終わりにさせていただこうと思います。まあ、いろいろとね、英語なんで競合も強いジャンルではあるんですけど、ただ話を聞いていて、すごく実績も面白い。そのお子さんも小さい頃にね、英検を取ったり。 喋れるるよううになるっていうところで、はい、だ実績とかもすごいあるなと思うので、まあ、その内容っていうのはすごい役に立つ人も多いと思うので、はい、まあブログが、まあ、ある程度できたら、インスタとか SNS の方も力を入れてやってもらうと、結果も出るかなと思うので、ぜひ今後も頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。はい、そしたら今日の対談、これで終わりにさせてもらおうと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。